And we're back. Let's continue. 60s? 店の雰囲気にはぴったりだけど、勘弁してって感じ。Guitar tune, bro.60s? 店の雰囲気にはぴったりだけど、勘弁してって感じ。She trying to say 60s? これって、ケンキージーとおばさん？うわ、すごい。漁師たちの栄光の壁だ。Fishing awards. Has anyone caught a whale yet? Nope.家族でホエールウォッチングって行ったことないな。すごく楽しそう。All right, let's sit. Man, Joyce, just magically. ああ、久しぶりだね。すっかり綺麗になって。元気にしてたかい、マックス。おばさん、また会えて嬉しい。変わらないね。ウェイトレスをやる以外取り柄なんてないからね。今でも美人だって意味。口がうまいね。昔から利口だった。うちのクロエにも見習ってほしいよ。あの子ったらまた揉め事を起こしてね。知ってる。クロエが義理のお父さんにぶたれたって。そりゃクロエからしたらデイビッドは悪者だけどね。本当は違うんだよ。いい人なんだ。ただうん、おばさんが結婚した人だもんね。でもあまりクロエを責めないで。マックスが戻ってきたんだ。これでクロエも少しは落ち着くだろう。クロエなら大丈夫だよ。クロエとおばさんが大変だった時に電話もしなくてごめんなさい。今じゃ家族はシアトルで、私は街で一人ぼっち。罰が当たったね。謝ることはないよ。あんたは前に進んだのさ。ウィリアムが死んで私もそうした。でもクロエは今でも納得してない。とにかくまた顔を出しておくれ。あの子には友達が必要だ。ウィリアムおじさん亡くなったんだもんね。私も寂しいよ。ありがとう、マックス。思い出だけでも十分なんだよ。クロエはまだ分かってないけどね。クロエ understands。 クロエは分かってるよ。ただ時間が必要なだけ。おばさんは大変だろうけど。どこまでやりゃ気が済むのか。退学、家出、タトゥー、ピアスに真っ青な髪。ああ、今は義理の父親に反抗してばかりだ。気持ちは分かるけど。クロエが何か言ってたのかい？デイビッド hit her。 メールでデイビッドにぶたれたって。あの人も後悔してる。ちゃんと罰を受けるさ。でもクロエも悪いんだよ。デイビッドは戦争でもう十分苦労した。彼なりにクロエや生徒たちのことを気にかけてるんだ。 He cares about Kate Marsh。 ケイト・マーシュのことも？名前は聞いたことあるけど詳しくは知らないね。お互いの仕事には口を出さないんだ。言い争ってるところを見たから理由を知ってるかなって。探偵ごっこかい？悪いけどあんた以外で心配な子は一人だけさ。それだけで手一杯だよ。さて、肝心なことを忘れてたね。注文は何にする？Belgian waffle, please。最後にここでベルギーワッフルを食べたのは13歳の時だっけ。久しぶりに食べたいな。すぐ持ってくるよ。ベルギーメニューも値段以外は昔から変わってない。
that's a lot of things to read. アップルを一丁お願い。ベルギーワッフル一丁上がるよ。美味しい朝食を待つ気分って最高。笑える落書き、ウォーレンが来たんだ。やっぱコーヒーはブラックじゃなきゃ。ここはダイナーだ、バーじゃない。酒ないのか？もう十分飲んだようだね。ベーコンにしときな。やっぱコーヒーはブラックじゃなきゃ。できたよ。全てがデジャブみたいに感じる。これは過去、それとも今？Too many people talking at the same time. 注文だよ。お腹の鳴る音が響いてるよ。さあ、お食べ。よだれが出そう。しかし大人になったもんだね。クロエの写真なんか見てると。あら、噂をすれば。感動の再会は済んだ。またただ飯を食べに来たのかい。あんたのつけだけで家が買えるよ。今日は私のおごりだから。バカ言わないで。クロエを助けに戻ってきてくれたんだ。サービスしとくよ。余計なお世話だよ。昨日の今日でよく言うよ、この子は。また始まったよ。もう軍曹とママのダブル説教は聞き飽きた。嫌ならその呼び方をやめな。あんたはベーコン一枚で十分ね。二人とも変わらないね。もううんざりだよ。なんだこのひどい曲。さて本題だけど、力のことを教えてくれよ。教えるも何も、あの巨大な竜巻を見た理由だって分かんないし。だからあれは夢だってば。それより実際に見せてよ。私だってよく分かんなくて。とにかくやってみてって。ほら。じゃあクロエのポケットの中身を全部言い当てるよ。え、投資までできるのか。何でもありだろ。いいよ、やってみて。Keys。 車のキー。簡単すぎるだろ。じゃあどんなキーホルダーだ。None actually. I don't know. どうかな。なんだよ、期待させといて。それじゃ種明かしにポケットの中身を見せてやるよ。まったく全然ダメじゃん。ちょっと信じてたのにさ。よし、一個ずつよく見て。クロエの持ち物を覚えなきゃ。Okay, so this, you kind of need to remember some things, like that one, and the number of cigarettes, which is 7, and money. I don't actually remember how much details the money you need to remember, but 3/4, 3, 6 pennies, and a nickel? Okay. This is a warning ticket. 10:34 a.m. Out of a parking bay? Okay. And that's about it, really. バッチリ覚えた。時間を戻してクロエを驚かせよう。 Alright. それじゃあポケットの中身を当ててみせるよ。 OK.いつでもどうぞ。 Alright, let's start with the, money. お金かな。そりゃいくらかはね。金額は？ You have 3/4, some cents.
I'd say 86 cents. Probably. 75 plus 7. Wait. 75 plus. I can't exactly do all this in my head yet, you know? 75 plus $7.07 plus 5 is at 86. 86 cents. 86 cents. どうだ、お金持ちだろ。やるな。次は、cigarettes。 ポケットにタバコを入れてるでしょ。そりゃそうだ。じゃあ本数はわかる？ you have 7 cigarettes. Yeah, 7. 7本ある。タバコの本数がわかる能力。面白い。すごいじゃん。他には何が入ってる？ Jesus Christ. Keys. 車のキー。簡単すぎるだろう。じゃあどんなキーホルダーだ？ It's a panda keychain. かわいいロボットパンダのキーホルダー。当たり！やるじゃん！結構悪運が強いんだな。他には？ Parking ticket. 駐車違反の切符。さすがだな。じゃあ、切符を切られた時刻は？ 10:34. Yeah. 午前10時34分。やるね！大当たりだ。首のあたりに鳥肌立ちまくったぞ。本当なんだな。クロエ、テーブルから物をどけなさい。はいはい。料理はどうだい？昔より美味しい。そりゃあよかったよ。餓死するとこだったよ。そうだね。Hungry like the wolf。にしてもさっきのやばかった。もっと見せてよ。明らかに超能力って感じのさ。You don't believe me already? 未来を予言してあげる。マジかよ。これから店の中で起きることを全部覚えておかなくちゃ。クロエをびっくりさせてやるんだ。またマグ終わったのかい？まったく、おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った？叩くんじゃねえよ。喧嘩なら外でやりな。こいつが先に。知らないわよ。まともな曲が聞けろ。ゴミみてえな曲に比べたらずっとマシだ。That is the best music ever. 何もたもたしてるんだ。 All right. Okay. Okay. All right. これから30秒くらいの間に起きる出来事を4つ予言してみせるね。 Joyce drops her plate?Cop dropped his glass. Oh, geez, I don't remember. I think Joyce drops her plate. おばさんがお皿を落としてトラックの運転手がからかう。それでその次は？ And then, alert on cops and thieves. Alert on cops radio and.Partner leaves? No, alert on cops radio and his partner leaves? 警察官に無線が入って車に乗ってる相棒が彼を置いてっちゃう。Oh, yeah. なるほど。それは見ないかな。Justin Trevor fight and Joyce stops them. Joyce stops them, yeah. Justin とトレバーが喧嘩しておばさんが止める。面白くなってきた。次は。Jukebox goes crazy as a cockroach calls on. As a cockroach calls on. ゴキブリが歩き回ってジュークボックスが暴走する。
そんなバカな。とりあえずどうなるか見てみるか。Oh shit, she doesn't even have a plate. またマグ終わったのかい？まったく、おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った？ Gotta do that all over again. これから三十。All right. Joyce doesn't drop her plate. Trucker drops his mug. Yeah. トラックの運転手がマグを割って、おばさんが怒る。それで、その次は？ His partner leaves. 警察。なるほど。それは。Stops them. ジャスティン。面白くなってきた。Cockroach calls on. ゴキブリ。そんなバカな。またマグ終わったのかい？さすがママ。おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った？当たりだな。ガキが悪さでもしたか。そのバカ野郎。叩くんじゃねえよ。喧嘩なら外でやりな。こいつが先に。知らないわよ。シワ喧嘩みたいだな。シルクボックスのゴキブリまで当たった。偉大なるマックス様、お見それいたしました。この力はおもちゃじゃないんだよ。ちゃんと考えて。何言ってんだ。だってさ、誰かをぶん殴ったって、時間を戻すだけでなかったことにできるんだぞ。はしゃぎすぎ。私にもいたずらしたんじゃん。何もしてないよ。Yes, that's what I did. まさか本当に時間を巻き戻せるなんて、いろいろ試さなきゃ。時間ないよ。マックスがそれ言う？ちょっと、鼻血出てるよ。ほじりすぎた？おい、大丈夫か？興奮しすぎたかも。クロエがあまりにもはしゃぐから。こっからが本番じゃん。もっと見せてよ。いい場所があるんだ。私に任せなって。はいはい、わかりました。どこへでもついていくよ。I didn't even finish your Belgian waffle.